ああこののハーランドの話をしたたかったんだよねこれがね一つはまあハーランド何したかっていうとあれゴール決めた後に映像見てる人多いと思うんだけどマガネイスの頭にボールぶつけたみたいなだから俺そう見えるだけぐらいかなみたいなあんま分からなかったしたらめちゃくちゃちゃんとやって <laughs> ちゃんとぶつけててあれだけ見た人はうわ超嫌なやつってなるよねであそうチェストパスねこういう感じまあいずれにしろちゃんとぶつけててでこれフォローするわけじゃないんだけど なんでああなってるかっていうとそのぐらいやり合ってるからっていうやつなんだよねそのぐらい曲、ま、がりゃんとやり合ってるからああいうこの、うん、褒められたもんじゃない行動にたいて、これはあれやっちゃうの仕方ないって話じゃないよただああなる理由みたいなのが本当にただ頭にボールぶつけたくてそのね愉快犯でやるわけじゃないからなんでああなっちゃうかっていうとあれを自然とやっちゃうぐらい揉めてたっていうのは一応ね一応分かった上で喋ってますよっていう話で。 でこれに対してアラン・シアラーが言ったのがすげえしっくりくるな僕ハーランドそれこそさっきプレミア好きな選手聞かれたけどそう好きな選手なんですよあのフィジカルあって、えー、技術あって真面目でチームの約束事を守りながら自分の最大限最大値を発揮できるでそれがもう怪物級っていうやつだから,だからすごい好きなんだけどそあこのハーランドがこうしちゃうんだみたいなでやっぱそのぐらい頭に血に上るもんだし まあそのぐらい衝動的な行動ってやっぱ若者だとしちゃうんだっていうのとあとこれが何がね良くないかっていうとこのアナシアランのコメントに出てて結構こうみんな思ったと思うんだよねガビが曲がり合いですよねガブリエルが見てない時にガビの頭目がけてボールを投げるガビが背中を向けてる時にね本当に卑怯者の行動だそれが何よりも気になった君かくハーランドはもっと大物だと思ってたよみたいなってやつで 多分僕が見た時の感情もあ,あハーランドこんなことしちゃうんだっていう好きだった分のがっかり感だ,だけどそれも一応自分の中で処理してたのはハーランドぐらい冷静に努力してここまで来た人でもこうなっちゃうっていう物語が見えてない部分もあったんだろうなみたいなだハーランドがあれしてさアルテタにああいうふうにさ調子乗んなよみたいにさそう謙虚になるよみたいな言うってすげえ不思議じゃんだけどこうなっちゃうぐらいなんだなってこう こう自分の中で落ち着かしたのでも一番はこれ何かっていうとやっぱレフリーのところでこれにね処分なしだから言っちゃえば怪我のリスクないからみたいなそうえー、っとねそのニュースこの件に関してガブリエルの頭にボールをぶつけて話,話題となったしか,しかししかしスカイスポーツはすでに試合中の VAR 担当のジョン・ブルックス氏が審査を行い問題なしと判断したため FA が後から関与することはできないと伝えてるとだそうなんだよねそのあれに対して あのまあ VR のルール上レッドとかの対象じゃないしただ非紳士的行為だからおがめなしだとなんだけどあれに何もない厳重注意とかもない何もないってなるとそれがねちょっと気持ち悪いというかハーランド自体が損してるって思っちゃったんだよね俺あれで罰金処分だ何かしらのそれがあると「はやっちゃったね」ってなんだけどあの感じやっといてそれが世界中に配信されててかなりハーランドに 好意的ななすらちょっっと受け止め方困たたみたいなでもこうだなって自分の中で納得させたみたいなで一番やっぱりそのハーランド自体がまあ言っちゃえばこう何かしら制裁食らってたら留飲が下がる人は多いと思うんだけどそれがないからうわ嫌なやつって普通終わらせるよねっていう終わらせるというか嫌なやつって印象になっちゃうよねっていうそうだからね結構そのちゃんと処罰しないことが結果ハーランド損してるなみたいなって思いましたねで これなんだよこのね曲がりアイスのコメントそっちに行こうと思ってたんですよ最後この曲がりアイスが言ってんのが、えー、この件は覚えてないよそのぶつけられたやつね普通のことだよ終盤に得点を決めて彼らは喜んでいた彼らはホームでプレーしてたから勝利が義務付けられていたけど僕らのチームは本当によく抵抗したこれは戦いであり戦争だフットボールにおいて挑発行為は日常だ試合の一部だよもうこの件終わりで我々は我々のグラウンドで彼らを待っているめっちゃかっこいいしこれね まあアルテタああいうふうに言われてさ冷静に対処したじゃん。まあその件はね昨日だけ話したけどあれ言ったところで意味ないしそうそれによってのマイナスの方があるからねだからコメントコントロールできる人って名称じゃん余計なこと言わない力あのフリックもそうだしアルテタもそうだしさなんならそこをね生きに返すみたいなあのバルベルテとかクロップみたいなパターンもあるじゃん。でそれが大事ででこのコメントにはあのもう綺麗事じゃないよってよくスポーツマンシップとか言うけど基本 勝ったやつ褒められて負け,負けたやつが全否定される世界だからっていうこの勝負の世界に身を置いててまあ自分もそういうのやってるっていうところでの理解だろうしねハーランに対しての間違いないやつの。で我々は我々のグラウンドで待ってるつまりあれで、まあ、退場になってしかもあんだけ煽られてみたいになるとアーセナル相当みんな腹立ってると思うんですよ。でしかもさベルナード・シューバーとかさこうアンチフットボール的なことをアーセナル言うでしょ。ってなるとこの悔しさを 一番勝ちたくてあんだけ仕込んでるボスがアルテタがグッとこらえって何も言わず他の選手たちにもそこの言論あの言論統制って悪い意味じゃなくてピッチに集中するためにこの後のシーズンに集中するために余計なこと言うなっていう抑えが効いてる状態だと思うんだよこれだからこっからのアーセナルすげえ強いんじゃないかなと思うんだよね今季のシティにだけは絶対負けねえっていう去年優勝かっさられて戦い方を否定されたじゃんロドリー で今回こういうことあったでしょ。でああいうふうにさ、アルテタまで侮辱されたりとか、決められて悔しがってさ、いやこんなに頑張ったのになってとか、後ろからボールぶつけられてとかさ、相当ムカつくじゃん。ってとこでここでグッとこられたのは、全部試合に出ると思うんだよね。だからこのアルテタの対応素晴らしいと思うし、で、ペップもそういう相手を追って失敗した経験とか、ポグバのことをね、うちに来たがってる選手だからね、みたいに言って、ポグバ大爆発して、ユナイテッドにダービー負けたみたいなのもあるから、だから、 あのペップはそこを抑えるような発言したけどそ,そこのねなんかこの精神的な影響好影響がすごくねアーセナルに出てしまうなっていうシティ目線で言うと僕はシティ優勝に最終的にあのピボットしましたけどちょっと流れ変わったというか風向き変わったまあそれでもね戦力的にどうしてもアーセナルめっちゃ怪我人出てシティがねあれだったら気持ちだけじゃ戦は勝てないから歴史が証明してるみたいに戦力があって戦術があってみたいなそれがね 情熱をブーストさせてってっことだからただその元の情熱みたいなところはもう失いきれないぐらいすごいものをアーセナルはそのきちんと統制取れてて人間的にあのしっかりしてる人たちがフットボールに取り組むっていうそういう爽やかな情熱はあったけどちょっとその黒い情熱っていうか絶対こいつら負けないもう今年は綺麗事じゃなくあの絶対勝ってやるみたいな風にそのアーセナル足りなかったわけじゃないけど。 武器としてそこの上積みなくてもやれてた選手たちにその上積みそれがねあの加えられたなっていう風にそういう風にこの件で思いましたねそうロドリのシーズンだからそういうロドリーが怪我したとそういうのもあってねだからシティもアーセナルも好きなこと言ってっつったらお互いお前のあれが悪いだろっていうのはめっちゃあると思うんだである程度抑えは聞かしたわけだけどただちょっとねこのアーセナルのこのこの悔しさというかうん放出しない分怖いなって思ったねすごいと思うよだから今期の このアーセナルというかもうこのアルテタの選手たちの抑え方うんすごい監督だと思うわホームサポーターの圧力強くないですあ、思い出させてくれてありがとうございますあのねそれで話だったのは例えばさ審判も人間っていうかサッカーって人間が全部やるもんじゃんで審判も人間じゃんやっぱりその空気感っていうのはあの選手のパフォーマンスに影響を与えるのよだからそれで言うと例えばさ不条の水かけ行為あるじゃんあれ 今まで言われてなかったのにあれずっと問題になって町田がヒール的に扱いされて結果審判があれを止めるようになったみたいなであれってある意味判定に影響を与えてるみたいなことでしょでよく言うのがメディアで悪く書かれると選手に悪い影響出るから書かないでほしいみたいなでそれは日本でもあるしそういうのでやめてくれって言われてる記者さんとかも俺知り合いで知ってるし当然海外はもっとそういうのあるじゃんだからチャビとかそういうのを言って逆に書かれるみたいなとか,だかそこの駆け引き力みたいな重要でクロップとかむっちゃうまいじゃん まあね、明らかに怒って揉めてんのにいや彼ぐらいハングリーなのが大事だよっつってちゃんとオフに放出するみたいな。で言うとこの件っていうのはやっぱシティってどうしてもピッチ外のこととかでもさやっぱりこう敵を作りやすいようなさ報道とかされるじゃん、まあ、それはもうシティがあれだけじゃなくてシティって新しく強くなったクラブだから孤合なんだけどってなるとどうしてもねメディア戦略とかで負けたりとかあるんですそこのロビー活動ってあるから。ででそういういので ピッチ外のサポーターが上げる声だったりそれが SNS とかで選手まで届くようになったりいろんなものに影響を与えるからピピッッチチチ外でいいかかににーームののイメージを良くくしとくかっていうのはピッチ内に影響を与えるんだよねそう,だからそういう部分でもねちょっとアーセナルがね追い風とは言わないけどなんかこうほんと粘りみたいなのがうんほんとなりふり構わず感が今年のアーセナルはもっと出てきてそれがね アルテタンの不器用さをね、カバーするみたいなのは出てくるかなと思いますね。俺が俺信じてた、か俺が人生、みんな絶対やれるよ。最高よ。<laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作るそれをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバーだこれあったら紹介します、うんうん